トリエステのローマ劇場トリエステのローマ劇場は、イタリア北東部の町トリエステにある古代ローマ時代に作られたローマ劇場。サンジュスト城のある丘のふもとにある。このローマ劇場からは3つの碑文が刻まれた石が発見されており、それらはローマ帝国第13代皇帝、トラヤノスの時代のものである。これに売れはキューペトロニウスモデスタスが、 トライアヌステイに請岸して劇場が建てられ、建設時期は一世紀後半と推定されている。劇場は30トの丘のふもとの斜面に海を向いて建設されており、客席部の直径は約64メートルで、高さは約15メートルである。建物の大半は石で作られているが、客席後部は木造であったと推定されている。観客収容数は約6000人であった。 1814年に再、再発見され、1930年頃までに修復され、現在の姿となった。現在、ローマ劇場は公開されていないが、舞台部分の背面に隣接する、テアトロロマーノ通りから、劇場の全貌を眺めることができる。ありがとうございます。